たもの、お金が東京に集まりすぎていることによって非常に非効率な国になっています。都会から地方への流れが必要です。地方が豊かな国を作るんです。中学校の最後の校長先生から言われたのは、お前には分かることがある、お前にしか見えない景色があるはずだ。このことを私は胸にずっとやっております。今も田舎者の代表として国政にいる私に意義があるという思いでやっております。これから必死で頑張っていきたいと思います。